皆さんこんにちは。日本のお笑いタレントである浜田雅功さん。今回は浜田雅功が実は極秘離婚の真相と松本人志なしで水ダウの打ち切りが実質クビの実態について紹介します。まずは浜田雅功の履歴とプロフィールから紹介します。浜田雅功は日本のお笑いタレント、漫才師、歌手、俳優、司会者、お笑いコンビダウンタウンのツッコミリーダー担当。1987年から始まった4時ですよだによって関西で多大なる人気を博し、1988年に夢で会えたらで東京進出。1995年3月 H ジャングルウィズ T 名義で発売したシングル WOW オートナイト時には起こせよムーブメントは200万枚超えの大ヒットとなる。また同年スカジャンに 501XX 等のヴィンテージジーンズを合わせる長髪の前髪をサングラスでカチューシャ代わりに上げるなど、浜田はファッションアイコンとしても注目を集めた。浜田のスタイルを真似た浜田は男性間の流行ファッションの一つとなり、現在活躍する後輩芸人にも影響を与えているダウンタウンの浜田雅功と女優の小川夏実が別居していると2023年1月17日発売のフラッシュが報じた。記事によると2022年12月、小川は都内の高級賃貸マンションへと帰宅。一方、浜田は正常の自宅に残ったままだったという。高級マンションを生活拠点にしている理由については、舞台活動に集中するためといった話も。小川の所属事務所は別居を否定しなかったものの、詳細は回答しなかったという。これを受け小川はインスタグラムを更新、目をつぶって口を尖らせたイラストとともに、なあほなとコメント。明言こそしなかったものの、報道を受けての発言とみられている。浜田といえば2014年にグラビアアイドルとの別宅での不倫デートが報じられていた。その際にも小川はブログで離婚を否定し、意気消沈ゴリラになっていますとコメント。あえていじることで明るく決着をつけたのだった。そこから9年、今度は妻側が別宅で生活しているようだが、興味深いのはこの別居疑惑報道に対して多くの人が好意的ということ。どちらかが一緒にいると苦痛になるなら距離を置いて別居もありだと思います。時には奥様も自由に自分の時間が欲しいでしょう、良い距離感だと思います、など男女問わず別居という選択を支持しているのだ。この空気の変化は時代によるものなのか、恋愛ジャーナリストの大島理恵さんは近年、熟年夫婦のあり方が変化しています、熟年夫婦が抱える問題も表面化してきており、こうした妻側の一歩もポジティブな解釈流されるのではと話す。一体どういうことなのか。話を聞いた今回の報道は疑惑ということですが、浜田さんご夫婦に限らず最近は熟年夫婦のあり方が変化、離婚や同居かという二択ではなくグラデーションが生まれてきているように感じます。これまで話を聞いた方の中に建設的な家庭内別居をしているご夫婦がいました。仲は良くないけれど、いがみあったり無言を貫いたりするほど不仲ではない。シンプルに今の生活や価値観が合わない二人だけど、離婚するほどのエネルギーは互いにない。離婚は面倒だけど一緒にはいたくない。そんな二人が取った選択は建設的な家庭内別居だそうです。具体的には食事だけ時間を決めて一緒に取るけれど、それ以外は一切干渉しないとルールを決めているとのこと。そんな緩やかな取り決めで快適になるのか疑問でしたが、これがうまくいっているそうです。一方、ダウンタウン松本人志による複数女性への性加害疑惑が大きな社会問題へと発展し、連日世間の注目が集まる中、事態はまたさらに新展開を迎えた。スポーツ紙芸能デスクが一連の騒動の最新事情を解説する2月1日発売号の週刊文春では、10人目の性被害女性の告発を報じました。14年当時セラピストとして勤務していた女性が東京渋谷のマッサージ店内で性的行為を強要され、それが原因で不安障害を発症し、今年1月13日に渋谷署へ被害相談したという内容でした。この記事を受け、ゴゴスマ55スマイルが吉本興業に対し事実関係を確認したところ、吉本はコメントを差し控えるとし、
現時点で会見などを開く予定はないという回答だったと説明。警察は性被害相談を受理しており、文藝春秋などに対して訴訟中の松本さんにとっては痛手となりそうです。あの人の代わりはいないんでね、戻ってくるまで自分ができることを一生懸命やろうかなという感じです。今やらなあかんことをやって頑張って待ってますよ。騒動発覚から沈黙を守ってきた相方浜田雅俊が3月26日深夜、自身のラジオ番組ゴブゴブラジオで松本への思いを発した。お互いのプライベートどころか連絡先も知らないと言われる関係性だが、そのエピソードの一端をテレビ誌ライターが語る。22年1月放送ゴブゴブ正月 SP でゲスト出演したエグザイルの淳さんから松本さんとの関係性を尋ねられた浜田さんは、まず松本と二人っきりにならないね、なったらどうしていいかわからへんもん、仕事としては大丈夫だけどプライベートはちょっとなどと明かし、松本さんの連絡先を知らないと断言しています。以前番組でお互いの携帯番号を無理やり交換することになって、その場で初めて電話し合いましたが、それっきり電話をかけることもなく、電話番号を消すことはないものの、かけても何喋ろうかちょっと難しくないと話していましたね。そんな二人だが、一連の騒動を受けその関係性にも変化が起きているという。番組制作会社関係者は今は頻繁に連絡を取り合っていると明かす。昨年末に文春の第一報が出る直前、松本さんから浜田さんへ謝罪の電話が入りました。コンビで出演するレギュラー番組や CM、 さらに25年大阪・関西万博アンバサダーなど、浜田さんへ多くの迷惑がかかることを詫びたものでした。それがきっかけとなって、今ではほぼ毎日お互いに連絡を取り合っているそうです。二人は地元尼崎の小中学校の同級生で、半世紀以上の長い付き合いですし、松本さんの意向に浜田さんも理解を示しています。それぞれ厳しい状況が続きますが、お互いの関係性が再構築されたことは確かです。さらに松本が頼った人物がもう一人いる。吉本興業前会長でダウンタウン初代マネージャーとして二人を育て上げ、現在公益社団法人2025年日本国際博覧会協会シニアアドバイザーを務める大崎義田。芸能プロ関係者が内情を伝える1月29日大阪市内で行われた万博検討会議に大崎さんが出席した際に、今回の問題に対して言及し、高校卒業から知っていて、マネージャーもしていた、今の僕にできることは遠くから寄り添うことだけと心境を語ったものの、詳細はノーコメントでした。すでに吉本を離れてはいますが、未だに二人のことを気にかけています。一方の松本さん、浜田さんにとっても最も信頼のおける人物が大崎さんです。今回の件で松本さんが真っ先に連絡を入れた相手が大崎さんと言われ、今も水面下で連絡を取り合い、騒動の対応などを相談しています。裁判の長期化は避けられず、性被害女性からの告発が続々続く松本にとって、大崎氏の存在は一縷の望みであろう。しかし前室の芸能プロ関係者は懐疑的な見解を抱く。とはいえ、大崎さんはすでに吉本を退いたみ、今や万博の共同座長を務めています。現状吉本興業に対してどの程度の影響力があるかと言われれば微妙です。実際にダウンタウン元マネージャーの岡本明彦社長を筆頭に、藤原宏副社長などが仕切る状況を考えれば、いくら大崎さんといえども今回の件で下手な手出しやアドバイスは難しいでしょう。ですから、あくまでも松本さんは代理人の田代弁護士とともに問題解決にあたる構図に変わりありません。1月30日放送の生島博士のおはよう定食一直線にゲスト出演した西川のりおは、先輩芸人として松本の活動休止は違う問いを唱えた上で、疑惑がずっと何年かにわたってこんなことがあったいやなかったんだってなるのは、俺らにとってはプラスにはならないと思うんです。どっちの方向に行ってもプラスにならないと厳しいコメントを発した。事務所との溝も広がりつつある中、松本は再び相方や恩人の松舞台へ舞い戻れるのか。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。
よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。